スカンジナビア航空、スカンジナビア航空、スカンジナビア航空、スカンディネイビアンエラインズシステム、SAS は、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーのスカンディナビア3国が共同で運航する、航空会社で、スターアライアンスのメンバー。本社はストックホルム。出資比率はスウェーデン4、デンマークとノルウェーが、それぞれ3の割合となっている。 各国政府が自国出資比率の50%の株を保有し、事実上、三国共同のナショナルフラッグキャリアとなってる。スウェーデンの首都ストックホルムのアーランダ国際空港がアメリカに対する拠点、デンマークの首都コペンハーゲンのコペンハーゲン国際空港がアジアに対する拠点となっている。また、ノルウェーを含むスカンディナビア半島は、もちろん、 フィンランドやアイスランドなどのその他北欧諸国、バルト三国、ヨーロッパ、アフリカ、中東、アジア、北、アメリカに幅広い旅客、貨物のネットワークを築いている。近年は、北欧、バルト三国の航空会社を、次々参加に入れ、SAS 運航路線からの移管とコードシェア化が進む。さらに、スターアライアンスの結成で、ルフトハンザドイツ航空や、その後、 スター・アライアンスに加盟したオーストリア航空との関係が強化されている。今後、SS a 運航国際路線の見直しがさらに進むものとみられる。航空券の座席予約システム、CRS はアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。1940年6月に上記3社による合意がされるも、第二次世界大戦の勃発とその後のドイツ軍の ノルウェーへの侵攻のために白紙となる。第二次世界大戦が終結した1945年にスウェーデンでセラが設立されたこともあり、1946年の設立時にはスウェーデン政府が7分の3とノルウェー政府7分の2、デンマーク政府7分の2よりも多くなる。その後もスウェーデン政府が主導権を握り、 デンマーク政府とノルウェー政府がそれに抵抗するという構図が続いており、スウェーデンのために、マークとノルウェーが飛ばすなどとや揄されることもある。第二次世界大戦後まもない時期に、日本への乗り入れを開始した航空会社の一つで、1951年4月に、南回りのバンコク線を延長する形での乗り入れとなった。1952年には受領したばかりのダグラス。 DC-6B の初号機で、ロサンゼルスからコッペンハーゲンまで旅客機としては初めて、北極圏を飛行し、1954年には、世界初のポーラールートを飛ぶ定期便として、道路の運行を始めた。また、日本船においても1957年に、他の航空会社に先駆けて、ダグラスダグラス DC-7C で、 北極ルートの北回り、ヨーロッパ線を開設するなどこの類の路線では、パイオニア的存在を果てだった。1959年に、大政府と SAS の合弁事業として、大国際航空を設立し、運航やサービスの基盤づくりに協力するとともに、機材の提供も行った。その後も、両者の深い関係は、両者が、スターアライアンスの設立メンバー、他には、 ユナイテッド航空と、ルフトハンザ航空、エアカナダと、バリグブラジル航空となり、コードシェア運航を行うことで、現在も続いている。1980年代には、ヨーロッパやアメリカの航空規制緩和の影響を受けて、経営状況が悪化するものの、政府からの様々な支援を受けて復活した。1996年に組織変更を行い、SAS グループ参加となった。 ABA とセラが合併し、SAS スウェーデンになる。さらに、DDL は、SAS、デンマーク、DNL は、SAS ノルウェーとなる。二千八年十月現在、日本路線は、成田国際空港から毎日、コッペンハーゲンへ運行している。九百九十六年からはボーイング七百四十七回を、リースして、関西国際空港からヨーテボリへの貨物路線の、 運行も開始した。日本路線は長らくボーイング767を使用していたが、新塗装への変更とともに、エアバス A340 で運行するようになり、成田コペンハーゲンを約11時間30分で結んでいる。また、日本では t b s 系にて1990年まで放映されていた、 金高香る世界の旅の番組後期の共産スポンサーであったことも知られている。初期はパンアメリカン航空が共産。なお、バイキングの本場、北欧にふさわしく、前期にバイキングと伝統的にバイキングの英雄の名を愛称として名付けている。完全子会社は以下の2社。資本関係のある系列会社は以下の通り。 スカンジナビア航空は以下の都市に就航している。なお、同社が発注した、ボーイング製旅客機のカスタマーコード、顧客番号は83で、航空機の形式名は737から683、737から883などとなる。A320 ネオ導入に伴い B737 及び A320CO e は置き換えられ、 同社の100席以上の旅客機は、エアバス製旅客機に統一される。ユーロボーナスとは、スカンジナビア航空のマイレージサービスである。全日本空輸や、ルフトハンザドイツ航空、ユナイテッド航空などのスターアライアンス加盟各社、および、スカンジナビア航空グループ各社に加え、カンタス航空や、エアワンなどの定型航空会社の搭乗マイルを取得できる。また、ホテルや、 クレジットカードの利用でもマイルを取得することができる。かつては、ノルウェー政府及び、スウェーデン政府の命令により、ノルウェー国内線全線及び、スウェーデン国内線で他社と競合になっている路線で、マイルの付与を禁じられていたが、スウェーデンは2009年2月1日、ノルウェーも2013年5月21日に、命令を撤回したため、今日では SAS が運行する全線で、 マイル取得が可能となっている。なお、両国当局は、スカンジナビア航空と提携している、マイレージサービスを運営している他航空会社にも、同様の要請をしていたため、従って、規制対象となる路線については、提携他社のマイレージサービスでもマイルの取得ができない、こととなっていた。長距離路線では、ビジネスクラス、SAS ビジネス、プレミアムエコノミークラス、 SAS プラス、エコノミークラス、SAS5 の3クラス制。ヨーロッパ域内とスカンジナビア国内線では、全席エコノミークラスで運行される。長距離路線には、最新の機内エンターテインメントシステムを搭載している。2015年より、順次、長距離路線のビジネスクラスを、フルフラットシートに更新するなど、全クラスで大規模なリニューアルを行う。 また B737 から800で運行されている路線には機内インターネット接続サービス Wi-Fi が搭載されておりプレミアムエコノミークラス利用者とマイレージサービスユーロボーナス会員は無で利用できる機内食は国内線国際線問わず提供され国内線の一部はコーヒーと紅茶が無料で提供されるほか機内販売を利用して スナック類などの購入が可能。1991年12月27日、ストックホルムアーランダ空港から離陸直後のスカンジナビア航空751便、マクドネルダグラス MD-81 が翼に付着していた氷を両エンジンが吸い込み、ゴッテュローラの平原に、富士、乗員乗客123名のうち100名が怪我をしたが、幸い死者は出なかった。 2001年10月8日、ミラノリナウテ空港を離陸滑走中のスカンジナビア航空686便、マクドネルダグラス MD-87 が、ノームのため滑走路にご侵入したエアーエバックスのセスナ機、セスナサイテーション c j にと衝突。セスナ機は大破し、686便は、なんとか上昇したが、滑走路脇のハンガーに激突。2機の乗員乗客と、 ハンガーにいた4名を含む118名が死亡。2007年9月9日1 2 0 9便が、3日後の9月12日に2748便が、着陸ギアの問題で、胴体着陸を起こした。どちらの事故もボンバルディア社製で、ハビランドカナダ DHC-89400 で、あった。事故後スカンジナビア航空は、同系機の運行を全面的に取りやめた。 2013年5月2日、ニューアークリバティ国際空港にて、離陸準備をしていたスカンジナビア航空908便と、ユナイテッドエクスプレス航空4226便が、シルベジで衝突。両機は、大きな損傷を負った。航空情報2011から4月号と5月号、竹縄当社スカンジナビア航空物語、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。